スタートしました。ほぼ揃いました。正面スタンド前での先行争い。外目からワイルドイリーガル、好スタートを切りまして、まずは出てまいります。その内からは、マッキーエルメスも前へと行きますが、最内からは1番の北斗スルタンが続きます。さらに外目からはセントラルカフェ。ちょうど今、4番手から3番手に上がっていきました。その後ろ5番手の位置にゴールドネオ、クリムゾンベガと並んで、その後ろは1馬身半差。ローズプレステージ。内から4番のアサティスボーイ。あとは2馬身相手 DS ボランチ後方2番手。それに並んでいった3番の菅野キング。こういった体型で各馬第1コーナーのカーブへと入ってまいりました。まずはコーナーワーク、北斗スルタン花を切って、2馬身半ほどリードを取りました。ワイルドイリーガルは2番手控えます。あとは3馬身差、セントラルカフェが3番手。半馬身差のうちにゴールドネオ、これが4番手です。あとは半馬身差差を詰めます、マッキーエルメス。その間からクリムゾンベが追走です。第2コーナーのカーブ。あとは2馬身差中段から後方に、ローズプレステージが務めから、アサティスボーイが行って、外は、菅野キング、最後方追走2馬身差、2番の DS ボランチで、すでに向こう上面へと入っております。さあ、前の争いですが、花を切った北斗スルタン、淡々と逃げて1馬身のリードです。ワイルドイリーガルがじわっと接近します。あとは1馬身差。外目からセントラルカフェ3番手。4番手にはマッキーエルメスが上がっていきまして3番手を追います。そのうちはゴールドネオ。その外にクリムゾンベが並んでいます。第3コーナーのカーブにこれから入ってまいります。あとは3馬身相手、ローズプレステージ、アサティスボーイが並んで、すでに600を通過。DS ブランチ後方2番手、最後方無地が入った菅野キング。3、4コーナーの中間を通過しました。北斗スルタン先頭2馬身のリード。2番手にはワイルドイリーガル、セントラルカフェがそれに並んでいきます。その後ろは3頭絡まってクリムゾンベが外に持ち出します。さらに内からはゴールドネオ、その後ろにマッキーエルメス以下。第4コーナーをカーブ直線コースに入りました。北斗スルタン先頭3馬身のリード。2番手にはセントラルカフェ、その外からクリムゾンベが並んできた。その後はゴールドネオ、内はワイルドイリーガル、アサティスボーイが外に追走して200を追加。北斗スルタンが先頭だ。3馬身4馬身のリード。クリムゾンベが2番手に上がった。セントラルカフェはそれに食い下がる。先頭は北斗スルタン。北斗スルタンゴールイン。2番手が6番のクリムゾンベが、3番手10番セントラルカフェ。